Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon.Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon.Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon.Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon.Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon.
はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんもね、始まりました。ピースストリート TV ということで、今日第19回放送ということですね。19回。まあなんか毎回ね、楽しみにしていただいている方もたくさんいらっしゃるようで、もうすでに20人ぐらい見ていただいてるんですかね。はい、ありがとうございます。こんばんも、がっつり、楽しんで最後までいきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは、恒例ではありますけれども、MC の紹介をしていきたいと思います。まずはじめに私です。いっちゃんです。よろしくお願いします。こんばんは。はい、そして、はい、女の子を撮らせたら3本の指が入るという、カメラマンの小田蔵です。はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、そして合格しました、南です。よろしくお願いします。合格したのか、本当に。はい、よろしくお願いします。はいはい、ピーストの活性化に反比例するように頭髪が衰退するチャビンです。よろしくお願いします。長いコメントありがとうございます。今晩もですね、この4人で、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。あとでですね、素敵なゲストもありますし、素晴らしい視聴者プレゼントも今日はあるというようなことをですね、楽しみにしていただいたらと思います。ということでですね、始まったんですけど、昨夜ちょっとあ、そうそう、見てたらなんかツイキャスで小田ちゃんも出てましたね。そう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 、例のよいよい会、先週、告知したのですね。そうそう、リーバさんと栄光指導さんの、栄光指導さんの、よいよい会行ってきました。どうだったですか？よかったです。よかった。美味しかったです。美味しかった。まあカレー鍋は、僕らも先週食べさせてもらって、まあ当然美味しかったんですけど、結構な日本酒が美味しくて、で、はいはいはい、僕結構飲まず嫌いっていうから、飲まず嫌いで日本酒結構避けてたんやけど、あ、なんか意外な感じするね。そうそうそう、で、こういう風に飲んだらもっと美味しいよとか、飲み比べみたいなのをさせてもらったり、それで結構飲みましたね。で、日本酒も何升ぐらい、5升ぐらいは置いてたんやけど、結構みんなもう空になるぐらい飲んで、で、例のぶどうのお酒、ぶどうのお酒ね、あれも大盛りで、グラスなみなみ3杯ぐらい飲んで帰って、本当に、そうそうそう、あれでも本当ね、美味しいですもんね。本当美味しいです。かなり話題になってるみたい。で、最後にそのブドウのお酒ミニボトル、ブドウのお酒のミニボトルと、あと栄光さんの日本酒で、よいよい会インディーバみたいな、ロゴ入り、ロゴ入りで、もうすごいじゃない、オリジナルで。結構難しいですよね。そう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 。ね、こうヤフオクで売れるんかなとか。売れんやろそれ。またディーバのマスター、ああいうなんかデザイン考えたりとかすごい好きだしね。でしっかりしとって、先週の告知のポスターとかも、ディーバのマスターが作ったらしい。で、まあカレー鍋と、いろんなお酒飲み放題 で、で食べ放題で3時間でしょ。で、お土産お酒2本付きでしょ。ついて相当なんか、お得感ね。主語ツイッターが詰まっとったんですか。そうそう、もうそうそう。飲めんなんかいう人は全然おらん。さすが栄光酒造さんのイベントの時あって、なんかパッと見た感じ女子率が非常に高かった。高かったですね。のんべえの女の子怒ってコメント言ってるんだよ、のんべえとか言ったら。なのでね、おなじみのチャミさんとかも、そうそうそう、盛り上がって楽しかったですよ。そうですか。結構なんか昨日のそのよいよい会に対しては、その栄光酒造さんすごい力入ってたよっていうツイートとかを見たんで、なんか一般に出さないお酒も出したんだって。あ、そうそうそう。ね、なんていうら、濁りなんやけど、その救ってきたばっかりっていうやつ。はい。これがまた美味しくて、もうドブロクに近い。そうそうそう。それを後半僕ずっと飲み続けて。ああ。甘いんでしょ結構。結構甘いですね。そうですか。で、まあ日本酒こうなんか残るとか次の日に響くとかって結構言う人いるらしいんやけど、まあそれもちょっと説明受けて、ちゃんとチェイサーを。チェイサーをやりながら、日本酒もチェイサーをやりながら、濃度が高いんで血中の糖度が上がりやすくてっていうんで、まあそのチェイサーを入れながら、でそのチェイサーの水も実際にお酒作る時に使う仕込み水、そうそう、仕込み水で飲んで、それね、いいですね。そう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 、かなり良かったですよ。先週なんで残ったじゃないですか僕ら、割と結構量多かったですよね。いや昨日は結構みんな食欲盛んで、もうカラッカラになる。完食っていう写真見ました。そう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 、素晴らしい、素晴らしいね、本当。
美味しかったです。そうですか。じゃあもうあのね、あのピーストで告知した甲斐があったかなという感じですね。うんうん、また次回あったらね、ぜひ皆さんで参加していただいたと思います。ということで昨日のもうねディバさんの話はあれですけども、そういえばあの出ましたねビデオ。出ました。流出したね。したね、流出した。だけじゃなくて、なんか私がやりましたって、そうそう今日のね、今日のぐらいからニュースに出たでしょ。出てましたね。あれどうなんですかね。チャミさんどう思います、うん、あれ。もう僕個人はやっぱりあそこのあのピースじゃないわあの、うん、YouTube のアカウント名が、うん、戦国左派みたいな名前だったでしょ。だから戦国さんがもう出さないって明言した後だったんで、うん、これはいかんと。うん、もうその志ある人がそのやったそういうその個人の意思でね、うんまあ、そんな気はしますけどね、うんうん、なるほどね、うんうん、ただよくね大手のメディア例えばテレビとかね、うん、でよくドラマとかをね、うん、YouTube に上げてる人とか徹底的に追及されたりとかして、うんうん、ね、著作権がどうのこうの、うんまあ、もちろん大事なことなんだけど、うんうんうん言う割にはでも結構あちこちのニュースであの YouTube の画像そのまま流してたよね、うん、そう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 あれいいのかなと僕思うんだけど、まあ、一旦出てしまうと、うん、それはもう物理的にもうどうしようもないっていうことなんでしょうね、うんうん、もうだからニュースだから、うんまあ、これは取り上げないとっていう、うん、まあ公共のものみたいな感じになるのかな、うんうん、結局テレビ局側は、うん、ああいうのって結構美味しい部分もあって、うん、ちょっと尖閣の画像とは違うんやけど、うんうん、面白ビデオとかあるでしょ、はい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 、あれで面白サイトがあるじゃないですか、うんうん、動画ありますね、あれで見たやつ全部最近ゴールデン使ってますもんね、うん、なるほどね、はい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 、あ僕も見たことあります、あのアメリカンファニエストビデオっていう、うん、AFV っていう、うん、アメリカですっごい人気のあるね、いわゆる素人投稿番組みたいなのがあってね、うんうん、でそれを集めてるやつでかなりのビデオがその面白ビデオの特集みたいなので、うんうん、テレビの方で使われてますからね、うん、だからそういう意味では結構こう双方向というか相入れてるはずなんだけどね、よくも悪くもインターネットがまあフィルターのかからないメディアということで、うん、それはまあいい部分はリンプがあるんでしょうけど、うんうんいわゆるあれは事実が流れたっていうだけで、うんうん、その思想云々ではなくてね、うんまあ、最低事実はこうだったと、うんうん、いうところではまあ個人的には仕方ないのかな、あんまり言うとね、ウハだと思われますライトウィングな方だと思います。いうことでね、はい、なんかね、もう真っ先に、まあ、ツイッターでつぶやいて、本当に僕もニュースとかほとんど見てないんですけど、うん、テレビとか見てないんだけど、うん、ツイッターやってるとどん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 情報が入ってくるんで、ね、そうそうそう、新しいね、情報が、本当早かったなっていう感じ、あれも夜中でしたよね、出た夜中、夜中、うん、で実はその神戸のね、海上保安庁の職員が、うん、私がやりましたって告白したっていうのも実はツイッターで知ったんですよ、うんうん、そうですね、うん、今日、はい、でなんで神戸なのかなとかね、うんうん、その辺もなんかこれからね解明されるのかなと思うんですけど、うん、あらどうなるんですかね、どれぐらいの処分というか、なんか1年でそれ罰金が50万以下って言ってましたよ。いや、国家機密と言われるに意外と軽い。軽いなと私も思ったんですけどね、今日ニュース見て。まあ、ある人のツイートによると、交通事故で当てられて、うん、捕まえた犯人を逃がしといて、うん、でそのシーンを事実、うん、その映像を流した人が、うんまあ訴えられると、うん、これも変な話ですねっていう話もありましたけど、うんまあ、それは政府としてのね、うんまあ、最低限の、うんまあ、ことなんでしょうね、うん、まあ当然ね、海上保安庁の職員には守秘義務っていうのがあるから、うん、それ守秘義務違反っていうのはあるんでしょうけど、うん、まあ義賊じゃないけどね、うん、そういうふうにね言う人もいるし、まあ、これからどうなっていくのかなっていう感じはね、ちょっとまあ、言い方悪いですけどちょっと楽しみかなと、うん、注目したいなと、まあ、ちょっと1年後ぐらいに勇者が帰ってきたという感じで、うんうん、国会議員とかそんなもんあるんじゃない、あ、それあるかもね。最近の流れだとそうですよね。うんうんうん、そういうのあるかもしれない。そうそうそう、自民党に力をみたいな感じでね。そうなんですよね、それは。
っていう感じですかね、本当ね。まあちょっと今日びっくりしたのはあれですね。一番びっくりしたのはね。びっくりしました。はい、びっくりしたというと、びっくりしたというとなんかちょっと前の方にちょっとどうしようかなと思って。これどう扱ったらいいんですかね。ちょっと僕も涙を我慢はしてるんですけど、全然してないじゃないですか。ものすごく残念なこと、ちょっと残念なことにね、はい、今日ね、あの悲しい出来事が起こってしまうので、そうですね、はい、これマジですね。リアルすぎですね、ちょっとね。イエーって感じですね。はい、これ笑いを入れとかないと大変なことになったり。ね、ごめんなさい、本当に、残念なことが、そうじゃない、ヨーロッパさんなんですけども、今日ちょっとね、体調不良ということで、うん、お休みをされております。うん、言いながら多分今頃ね家でビール飲みながら、うん、何バカなこと言ってんだよ、はい、俺を家にすんじゃないのもしかしたら家とかつぶやいてるかもしれないし、これアプリですからね、うん、家アプリっていうのがあって、家アプリな、家アプリっていうのがあるんですね、うん、そうそうそう、で、死因は何でしたっけ。死因じゃないでしょ。死因は確か死因って言ってどうすんの。テクノブレイク、テクノブレイク、テクノブレイクについては、第16回ぐらいを参照していただくと、ノーゲストノープランの最初のやつを参照していただくということで、うん、はい、こすりすぎたんでしょうね。こすりすぎた、あの iPad じゃなくて自分の iPad、 自分の iPad をこすりすぎた。バラスト実は打ち合わせでちょろっとヨーロッパさん顔出されたじゃないですか。あ、はいはいはい、僕ね、この写真を撮ってほしかったんじゃないかと思うんですよ。あ、いじってほしかったんだね。なるほどね、はい、じゃあもうみんなでね、散々いじりましょうということで、これ全くの思いつきですからね、思いつき、この企画は大の大人が集まって、そう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 、さっきカメラ、ね、カメラちゃんとしたカメラマンがちゃんと写真撮ってで、デザイナーがアプリ落として軽く時間かけましたよね。カメラマンズームイン、完璧ですね。どんな悪ふざけやで。大人が酔ってかかって、そう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 。まあこんなこともできるという話で、そうそう、うん、はい、家のアプリっていうのがあると僕も初めて知りましたけど、ね、はい、でもこれ本当実際の、うん、あのお葬式も行けるんじゃないですかね。こういうそうですか。うん、あの葬儀屋さんがモニターを用意さえしてくれたら、うん、僕があのわざわざプリントしなくても、うん、データだけ、うん、そのぴょこっと差し込んだら、でもあの10枚ぐらい画像を用意して、うんうん、1枚の写真じゃなくてこうちょっとこう変わって、ね、スライドショーみたいな、スライドショーみたいなね、そもそもでいいかもしれない、うん、それはね、そう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 、どうでしょう、あのこれからね、あの葬儀関係のお仕事の方ぜひこういうの動画でもいいですよね。ちょっと本人が あの遺書書くときとかにこう、うん、コメントみたいなのして、で今日は皆さん集まってくれてみたいな挨拶から、急に写真が喋り出すみたいな、小田蔵さんの時多分こう証拠をしながら見つけ出すね。小田蔵さんの時って、ね、誰が撮るんぞって話じゃないですけどね。もうレムさんに撮ってもらっとったね。いつでも使えるようにそ, う、ね、そんなオープニングトークですけども、はい、ゲロッパさん多分今頃くしゃみしてるか咳してるか分からないですけど、はい、だから喘息だそうで、ツイートが来てるんですけど、ツイート来てるから、はい、チャミさんがゲロッパさん涙になってる。ロミさんがマジビビる。エゴミタさんここからツイートしたんですけど、惜しい人をなくします。ひどいこと言うよね。多分僕が休んでる時もそうだったんだろうなとか、ね、思っちゃいますね。あのお祭りの時、お祭りの時、絶対休まんとこ。確かに。ちょっとね、僕の時はあのいや家アプリなくてよかったんですけどね、うん、写真も撮ってなかったし、うん、真実さんがよいよいからまたお願いしたいなって、おー、うん、真実さん行かれた、あ、行けなかったのかな、彼女は、うん、口アウルさん、こんばんは、ゲロッパさん、はてなはてな、はいはい、真実さんはよいよい会来てました。あ、来てたんです、来てました、なるほど、はい、もう相当飲んでましたよ。相当飲んでました。バレバレですね。グレートコージさんが、うん、こんばんは、お久しぶりです。はい、どうもこんばんは、お久しぶりです。なんで家があるの。HD バイカーさん、マジで語るな。
マジで語るな、すいません、はい、はい、ゲロッパさんの代わりにちょっと固いイッチャーがやっておりますね。皆さんここ今入ってきてもらった方にもう一回説明すると、うんうん、はい、死因はテクノブレイクです、はい、死因はテクノブレイクそういうことで、はい、それでね、一番最初にツイートがあったんですけど、うん、はい、小田蔵さん悪さしないように捕まってるのってちゃんとそこはなんかいじらないでくれってさっき言われたんですけどね、うんうん、まあもう、はい、この通り、あのなんていうんですかね、先週にあの亀甲縛りジャケットっていうのが、うん、もうこれから来るぞっていう、うん、来るぞと、うん、でもその上を行くならどうしようかっていうと、もうリアル手帳、手帳これ多分来るんじゃないかなと思って、うん、でもすごいなんか動きにくそうだよね、そうそうそう、うん、まあ、この高速感も含めて、あの流行あり、流行の兆しですよ、あり、うん、なるほど、うん、流行に敏感な小田蔵ちゃん、うん、もうこれ今年、あ、もう来年来ます、これ、はい、来年間違いなく来ますよ、来年来ます、ジャケットってそれですよね、うん、ちょっとね動きにくいよね絶対動きにくいよこれ、なんか微妙に動きがおかしくて思わず向いてしまう、うん、携帯取る時も両手で置いてこう、うん、そんな感じよね。何が一番困るんですかね、これ。運転とか大変ですよね、結構。あ、そう、運転無理でしょ。シフトチェンジとか無理ですよ。トイレも困ることない？トイレは大丈夫なんじゃないですか。はい、ちょっと実演してみて。だって蓋上げて、うん、こうやってで、あ、脱ぐのが大変ですね、うんうん、一個ずつやらないからですよ、トイレットペーパーがちょっと離れてたらどうします。ああ、そう、大変ですね、うん、大変。あとこれ回すも大変ですよね巻き取ってだから来ないって大体ね、もうカチャカチャうるさいもうまさかのダメ出しやれるさっき言ってますけどカチャカチャ言ってるとこれ来ますよ、皆さん、覚えておいてください。どうしようかな、フォコで売ろうかな、これヤフオクで、ヤフオクでセットで、なんかの これと、あ、そうそう、あのよだれボールとセットで、はい、なんかこういう小ネタが今日は多いよねゲロパさんいないからいろいろ小ネタを準備してね、はい、なんかここにあのキャラメルポップコーンあるんですよ、これ、チャビンさんです、チャビンさんが間に合った、帰れた、小田蔵さん今日もブラックだ、ブラック白は最初だけだった、そう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 、カメラマンは白を着ろって言ってたんですけど、うん、いや、これはもうあの時だけですよ言い切ってるしキャラポコン来ました。これですね、実は先週見学に来ていただいとった、はいはい、まあ、あの癒し系小人さんが差し入れしてくれてたものなんですけど、うん、ちょっとハマってしまいましてですねハマりすぎでしょ、はい、それをちょっとツイートしてたら、うん、ちょっとなんかわーわー騒ぎ出して、うんうんうん、これちょっと買いに行かないかなっていうんでいや買いに行って、ちゃんとラベルも、はい、チャビンさん仕様に仕様にして、はいはい、で今日はこれを片手にちょっとピーストで、はい、食べながら食べながらピーストで、ちょっと行儀悪くてすいませんこれですね、キャラポコ、かわいい、美味しいんですよね、これね、そう、これ、うん、夕方ぐらいにあのこの画像が出回った時に、うん、これ来たこれ来たこれ来たこれもうみんなね、ゆうこさんがこんばんは、キャラポコがチャビンさん印だ、そう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 、そうそうそう、うん、そうですね、どうぞ、これありがとうございます、何も言わずに普通に行こう、うん、それもそうですけどね、めちゃめちゃ食べるときに両手が口のとこ行くっていうね、うんうん、はい、でこれがキャラポコン、本当に美味しいのでね、うまいですね、これ買ってあげてください、うん、甘いです、どこで売ってんのか言っていいのこれ、フジグランさんの1階で売ってる、で売ってます、うん、はい、探してくださいと、はい、いうことで、はい、キャラポコン大ブレイク中でございます、うんうん、はい、ちょっとね、はい、音量が小さいって言ってる方がいらっしゃる、おー、なるほど、まあ、音量が小さい、今ちょっとね、レベル上げました、うん、はい、はい、聞こえてますかね、音量大丈夫ですか、皆さん聞こえてますか、キャラポコン、キャラポコンこのキャラポコンはかなりの甘さですよね、これかなりの甘さ、うん、甘い、これもう虫歯の人は一撃ですよ、多分一撃ですよ、これ、うん、でも、うまい、うまい、うん、なんか先週から食べるもんネタ多いよね、ガサガサガチャガチャやかましい、まあ、お手のレベルが上がらないのもこういうね、そういう部分がなるほどね、初めて見たらびっくりしますよね、そうですね、何これっていう感じですね、はい、この家も含めてね、うん、はい、そんなこんなんで、今日はこのね4人メインでやっていこうかなと思っております、はい、で第1部というか、オープニング終わりまして、これから
第1部に入っていこうと思うんですけど、今日は素敵なゲストに来ていただいておりますので、ちょっと準備にお時間いただきますので、しばらくお待ちいただいたらと思います。この後約1分半後に、ね、第1部をスタートさせたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。の海から贈り物、みんな大好き宇和島ジャンコ店。ジャコ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 、僕らはピチピチお魚さ、ジャコジャコ変身するんだジャコ店に。ジャコジャコ見てん川店野菜店、栄養満点宇和島の味。ジャコ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 店、いろんな食べ方楽しもう、ジャコジャコジャコ店使ってお料理上手、ジャコジャコ煮物あえ物炒め物、うどんの上にもトッピング、はい、ということで、ジャッコジャッコ流れてたんですかね、今ちょっとスタジオの方には流れてないんでわからなかったんですけど、おそらくジャッコジャッコっていう歌が流れてたんじゃないかなというふうに思います。あまり松山の方にはね、馴染みがないかもしれないんですけれども、実は宇和島行きますとあの歌も大ブレイクといいますか、結構有名でして、町のあちこちでこう聞くことができるというね、宇和島ジャコ店の歌っていうね曲をちょっと聞いていただきました。宇和島の郵送ステルをね経営されてる、まあ、通称クマさん浅田さんという方が、作詞作曲して、ご家族で歌ってるというね、宇和島ジャコ店の歌を聴いていただいたわけなんですけど、今日の前半のテーマはですね、なんとジャコ店です。愛媛が生んだソウルフードね、まあ、宇和島あるいは八幡浜がね、まあ、非常にこう産地としてはこう有名なわけなんですけれども、特に、今日はですね、その中でもジャコ店のニューウェーブということでですね、無添加ジャコ店でなんと、あの楽天でですね、練り物部門で第2位というね、素晴らしい実績の宇和島屋のですね、イケメン社長、ね、三浦清隆さん、通称タカリンに今日は来ていただきました。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、はい、もうご覧の通りのイケメンで背も高いし、三浦君身長いくつあるの？183です。高いね。どういかんですね。いかん。なんか不満そうだよね。消しからんですよ。だってイケメンで背高くて、うん、収入儲かってる。どういうことですか。非常に消しからんですよ。消しからん。なんか機嫌悪いよね。今日は、どっか悪いとこ見つけようかな。悪いとこ見つけ。はい、そんな感じのですね、三浦君なんですけども、宇和島屋さんっていうね、じゃこ店屋さんね。はい。うん、で、私ちょっと個人的にもう3年ぐらいになるかな、お付き合いで、うん、そうですね、してね、宇和島にいたことがあってお付き合いさせていただいて、もう3年ぐらいになるんですけど、まあ宇和島にね、まあ、クワホテルっていう、まあ、有名なホテルがあるんですよ。まあ、そこの、まあ、簡単に言うと御曹司なんですね。うん、ね、もう言っちゃいますけど、でまあイギリスの大学に留学してとかね、はいはいはい、でこの容姿ですよ、でヨットを愛してサーフィンを愛してっていう、うん、もうね、かっこいいを絵に描いたような三浦君が、うん、じゃあなんでジャコ店屋さんになったんだと、うん、その辺がね、もう前からね俺聞きたかったのよ。うんうん、ああ、そうですね。うん、もともとはこっちに帰ってくるって言って決めた時にですね、うん、要はこう宇和島のものを何か外に向いて売っていきたいなというのが最初に考えたことですね。うん、郷土愛、はい、郷土愛、郷土愛、はい、で何できるかなと思ってですね、うんうん、そんなに船作ったりもできないし、いろいろすぐできない、うんうん、でやっぱり
じゃこ天ソウルフード、うん、もう、うん、そうですよね、うん、まあせっかく宇和島であったり愛媛を売っていくのに、うん、まあ、日本に世界に出ていくんであればやっぱ食かなっていうふうに考えたんですね、うんうん、はい、うん、それでまあ無添加でっていうところをもやっぱり、ね、うんうんうん、追求したいなっていうのがあってですね、うん、実際無添加っていうのはそんなにはないんですか、うん、まあ、正直なところも、うん、少ないよね、うんうん、普通にスーパーとかに行ってるのほとんど添加物が入ってる状態なんですかね、うん、まあ、うん、少なからず、まあ、入ってると思うんですね、うん、やっぱり大量生産してるやつなんかはそうだと思うんだけども、うんうん、まあ、それが必ずしも悪いわけじゃないんだけども、うん、まあ、よりね、うん、安全なものとかね、安心して、うん、安心して食べれるものっていうのを、うん、三浦君のところはまあ作ってるという感じだと思うんです、うん、まあ、クワホテルさん自体もね、コンセプトがそういう感じなんですよね、もともとね、安心安全っていうのを売り物にしてるっていう感じだから、まあ、その辺の流れっていうのはあるのかな、うんうん、健康を意識したような感じですね、うん、そうですね、ですね、うん、で、まあ、宇和島のじゃこ天の、まあ、普及の状況っていうことだけで言うと、例えば端的に言うと宇和島の人が作るカレーにはじゃこ天が入っているんですよ。じゃこカレーですか。じゃこ天カレーマジですか。マジですよ、これデフォですか、それは。デフォだって言うんですか。デフォと言ってもいいんじゃない。これぜひね、宇和島の人ね、コメント欲しいんですけどね。本当ですね。じゃこ天カレー結構デフォルト、家で作るとうちなんか肉なんか入ってないよとか、あんな肉の代わりがもうじゃこなんですね。そうそうそう、それぐらい宇和島ではじゃこ天ってこう当たり前な食べ物。じゃこ天屋さん何軒ぐらいあるの、じゃこ天屋さん。すごいよね。そうですね、僕が知る限りで45軒ぐらいですか、うん、おそんなにあるの。すごい、多いな、うん、まあ、いわゆる大手のね、まあ、島原さんとかね、うんうん、あるけど、うん、そういうんじゃなくて本当に町場にね、ちっちゃいじゃこ天屋さんいっぱいあるよね。ありますね、うん、でどこのが美味しいとかってみんなそれぞれファンがついてたりして、ゆうこさん、うん、宇和島屋さん知ってます。おうおう、宇和島じゃなくて重信で買いましたよ。重信でも重信ありますね、うん、はい、そうなんですよ、うん、その宇和島屋さんなんですけどね。そう、それぐらいね、まあ、宇和島ではじゃこ天っていうのは本当市民のね、うん、食生活に根付いてるということなんですけども、なんてやっぱ小さい時からじゃこ天食べ、毎日のように食べてる、ね、毎日のように食べてる、うん、なんかいろんなものに入ってるよね。入ってますよね、うん、まず朝飯からまずじゃこ天ちょっと炙って白ご飯の上それですね、うん、なるほどね。で昼帰ってくると野菜炒めの具になってますよね。あ、野菜炒めね、はい、なるほど。で夜帰ってくるとじゃこ天、まあ、カレーの中入ってます、ね、はい、カレーの中入ってる。じゃこ天は家で作ったりする人もいるんですか。あのね、うん、すり身売ってるよね、うん、すり身普通に売ってますね、うん、それを、まあ、お母さんが自分で、うん、揚げてっていう人もいるみたい、うんうん、そうなんですよ。それでそれぐらい、まあ、浸透してるというじゃこ天に、うん、まあ宇和島のね、じゃこ天屋さんはいわゆるかまぼこ屋さんが作ってるという感じなんで、はい、うん、かまぼこ組合っていうのがあるんだけど、まあ、あえて三浦君のところはね、じゃかまぼこ組合さんには加盟をしてないとこういうことなんですけども、うん、まあ、一番新しいじゃこ天屋さんって言ってもいいんじゃないかな、うん、創業何年。創業5年ですね。5年、はい、でも創業5年で、でも楽天の練り物部門第2位、はい、楽天の練り物に、まあ、宇和島のじゃこ天自体そんなに出してないのかな。出してもないですけど、こう練り物で一番強いのはやっぱりこうなんですか、さつま揚げ。さつま揚げ、うん、でさつま揚げをどうにか抜かんといかんといかな。はい、やっぱりこうね、さつま揚げじゃないだろう、練り物はじゃこ天だろうっていうのは思ってて、それをまあこうモチベーションにこう頑張ってるっていうね。まあ、そんなね、さつま揚げ全国的にはね、まあ、これご覧の方は多分愛媛の人が多いと思うんで、うん、その辺の状況ってなかなか分かりにくいかもしれないけど、全国的にはさつま揚げっていうのがまあ一般的でね、うん、で僕も知らなかったんですよ、愛媛に来た時にじゃこ天っていうのがあるよって言って、うん、最初見た目はさつま揚げかなと思ったんだけど、うん、まあ、食べたら全然違う、うん、もうジャリジャリっとするね、うん、あれがまた宇和島の特徴でもあるよね。そうですね、うん、今でもその1位はさつま揚げなんですか。一時期1位を取ってたんですけども、はい、でも今さつま揚げにまたやられてじゃあもう僅差ということなんですね。ちなみに
ちなみに売り上げとか聞いても売り上げですか、どうなんですか、ざっくりぐらいですか、ざっくり、うんうん、月商いくらぐらい、月商そうですね、今1000万ぐらいかな、おおすごい、あのね、ちなみに通販でちなみに貯金いくらあるんですか、そこですか、これ僕毎回言ってる、これはね僕でも陽気かまああの大きい車乗ってるよね、あ見るたびに車違うような気がするんですけど、はい、まあ、そんなあの宇和島屋さんなんですけど、まあ、あのちょっとねお伺いしてみたいのが、まあ、どこにこだわってるのかなと、まあ、無添加は分かったんですけど他にもいろいろこだわってるところがあるというふうにお聞きしたんですけど、ちょっとその辺 PR、 そうですね、うん、今日はまあ今回こういうものを持ってきてさせていただいてるんですけど、ジャーですね、はい、これはあのうちがあの機関紙的に出してる、うん、すごい本格的よね、はい、ものなんですけど、うん、まあ、ここに書いてある通りあの安心安全の美味しいじゃこ天を追求してきた、うん、赤ちゃんにたどり着きましたってあるんですけど、うん、要は何かというとですね、うん、あの工場の中のことなんですけれども、うん、うちの工場は ISO の22000という、まあ、国際規格を取っているんですが、食品衛生のね、安全の、うん、まさにあの この写真なんかはこれはあのグリストラップというかあの排水溝の中で、排水溝の、うんうん、溝ですよね、はい、でそこの上にあるこのちっちゃい家はこれはあの臼の裏側ですよね、はいはいはい、なんで、まあ、こういうところをこうすごくきれいにしてる、うん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 、その細菌レベルできれいに保ってるっていう、うんうん、ところですよね、うん、やっぱ、うん、結構この ISO の22000の検査は厳しいんでしょ、厳しいですね、ねえ、はい、うん、あのえ日本にでもこれチェックできる機関ってあるんですか、最近数社できましたね、で僕があの初めて最初取った時には、うん、まだ、国内で認証できる企業、まあ、1社あったかなかったかぐらいで、うん、結局うちも、イギリスから認証しに来てましたね、あイギリスとはあと途中から韓国にも変わりました、はいはい、まあ実際にこの ISO22000 を取得している会社って自体もそんなにまだね、そうですね、僕が取った時が、全国で8番目だったですね、すごい早いな、全食品業界のこのあの TL に入ってるジャコちゃんっていうのはジャコちゃん、うん、ここの宇和島屋さんのキャラクターですね、重信店ご来店ありがとうございますとか、ね、ゆうこさんに対するす、ね、あとチャミさんが、うん、重信町の新鮮市のところでおじちゃん売ってますよね、うん、あそこ通ったら買って帰ります、美味しいですよね、お、うん、そうです、ファンがいらっしゃるんですね、そうですね、うん、でジャコちゃんが最後にまた入ってます、行っちゃダメって書いて、これ多分貯金のことですかねそうかもしれないすごいねジャコちゃんレスポンスいいですよジャコちゃん、レスポンスいいですね、はい、もうリアルにつぶやいてますねそんなジャコちゃんの、まあ、ツイッターも武器にして、そうですね、ブログも結構前から書いてたよね、そうですね、うんうん、今アメブロ、あそうですね、ジャコちゃんアメブロで、ジャコちゃんがアメブロで書いてますね、でタカリンはタカリンはイオブログで、あ、イオブログさんって書いてるね、はい、もう積極的にこうネットをね、活用しているというタカリンですけどね、一番のおすすめは、商品でいうと何ですか、ね、商品でいうとですか、商品でいうとやっぱりジャコ天、ジャコ天、これね、ジャコ天です、はいはいはい、これがこれが楽天で2位のジャコ天、おお、これ一番人気、そうです、一番人気です、はい、はい、なるほど、この状態で、いくらの商品なんですか、これ5枚入りなんで、798円ですかね、なるほど、ほうほうほう、ね、無添加、結構ずっしりくるよねこれ、そうですね、うんうん、ちょっとボリュームがあります、ね、僕は朝飯でじゃこ天食べるのすごい好きなんですよ、あ本当に、うん、朝卵焼きとじゃこ天とじゃこ天醤油バーっとかけて何もでも飯食えますよねうん、じゃこ天は確かにそうよね、うん、ビールに合いますよね、合いますよ、やっぱり、うんうん、昨日お仕事で、うん、アサヒビールのイメージガールさんと一緒に行って、うんうん、一番愛媛の印象はじゃこ天ですって言われてました、あイメージやっぱあるんだね、うんうん、すごい美味しいって言って3枚ぐらい食べてましたね、うん、一人でお、うん、ビール飲みながらビール飲みながら、うん、美味しかったですね、まあ昨日このね、企画のためにちょっと、まあ、インターネットをチェックしたりしてたら、そのじゃこ天カレーっていうレトルトがあるのね、ありますね、うん、であれびっくりしたんだけど松山名物って書いてあるんだよね、
うん、松山じゃないだろうっていうそのツッコミも入ってたけど、うん、そのネットの書き込みにね、うんうん、あ YouTube でそのじゃこ天カレーを食べてそんな感想をしゃべるっていう、あのすごいサングラスかけたお兄ちゃんがやってますね。お兄ちゃんがやってるんだけど、うん、まあそんな感じでね、あのじゃこ天はカレーにも使われてるっていう感じなんですけど、例えばさ、あの無添加っていうのがやっぱ売りになるっていう部分ね、ちょっとみなみちゃんに聞いてみたいんですけど、まあ、女性の観点から見て、はい、その無添加ってやっぱポイントなわけ、かなり、かなり、しかも私は子供がいるのでママなんですけど、うんうんうん、やっぱり選びますよね、野菜とかも無農薬っていうのを見ると、うん、やっぱこれ子供に食べさせようとかもあるし、やっぱ裏見てすごい着色料とかあると、うんうんうん、自分はいいんですけど子供に食べさせるのはなっていうのがあるので、うんうんうん、こうちょっと置いてみたりとか比べてみたりとかしますね。あ、なるほどね、うん、その辺がじゃあこのジャコジャーナルにも、そうですね、うん、赤ちゃんがハイハイしても大丈夫な、うんうん、あ工場で赤ちゃんが食べられるぐらい何も入ってないというかですね、うん、安心して食べられるようなな、うん、まあものを作ってる、うん、はい、ちゃんとそういう風に書いてもらってるとすごい安心しますよね、うん、やっぱり女性としては、あのだからよくあの問い合わせで、うん、あのまあ、裏の、まあ、要はこうよくあるこの、うん、ね、ラベル表示、はい、まあ、あるんですけれども、うん、ここに書いてあるのって本当に、まあ、簡単に、はい、言うと見えるかな、うん、ちょっとあれかな、ちょっと言えるぜ、まあ、言えば魚肉、うんうん、魚肉、あとまあ塩、砂糖、日本酒、みりん、あとキャノーラ、まあ、揚げ油だけ、ね、うんうん、だけで、これをこれの問い合わせが来るんですよ、本当にそうなんですか、本当にそうなのか、確かにこんなにシンプルに書かれてると、うん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 、逆に本当にこんだけなのみたいな、あ、怪しいことね、怪しい、いや本当なんだとは思うんですけど、いや1個ぐらい入ってるだろう、うん、やっぱり疑っちゃうんですよね、うん、素晴らしいですね、まあ、でも素晴らしいね、ホームページだったかな、あのジャコ店の工場なんかも公開してますし、はい、うん、そういう意味ではね、あの本当にいい安心安全を目指してやってるんじゃないかなという、あのぜひいつでもいいので見に来て、いつでも見に来てください、はい、偽装なんかで、はい、あの捕まった人にあの社長の精神をちょっと分けたら本当ですよね、本当よね、そう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 、あのじゃこ天の話もちょっともうちょっと聞きたいんだけど、あのホタルチャコっていうのが、はいはいはい、あの原料なんでしょ、はい、うん、そうですね、でそんなたくさん取れないんじゃないの、取れないですね、うん、もうこれはもう何十年もうかれこれ前からだんだん漁獲が減っていて、うんうん、でもちろん取る船も少なくなり、うんうん、これホタルチャコって皆さん知らないと思うんですけど、お腹光るんですよね、うん、ああだからホタル、だからホタル、そうです、ああなるほど、要はホタルイカとかいるじゃないですか、あれと一緒でここ光るんですね、お腹のところ、なるほど、じゃあ夜になったら綺麗に光るってことですね、そうですね、夜なのかどうなのかまではわからないですけど、うん、海の中で光って光るんだ、そうですね、なんかあの骨ごと入れますよね、そうですね、ね、それがまあ宇和島のジャコ天の特徴っていうか、なんかあのジャコ天のツイートすごいですね、すごいみんなめっちゃ盛り上がってますこれちょっと一回ちょっと一通り読んだけどいや僕もね愛媛にね、うん、まあ、来て16年なんですけど、初めて愛媛らしいなと思った CM が、まあ、あのまあライバルになるかもしれないけど、例の島原さんの CM で、はいはい、あのなんか七輪みたいなちっちゃいのの上にこうじゃこ天乗せてこう焼いて ね、 ね、ハフハフって言って食べる CM、うん、あれがすごいやっぱ印象的だった、うん、あれが一番美味しいよやっぱ食べ方としては、やっぱ鉄板ですよね、鉄板、鉄板でしょ、鉄板の美味しい、あじゃなくて、あ、まあ、間違いない、はい、僕はあの、うん、おすすめはじゃこ天は、うん、あのトースターで炙るのが一番うまいと思う、うん、トースターで炙ると大体2分ぐらいするとだんだんちょっとずつ膨らんでくるんですよ、膨らんでくる、うん、はい、で膨らんできて周りにちょっと焦げ目がつくと最高にうまいですよね、うん、もうなるほど、やめられない、ぜひこれを見ていらっしゃる方、ぜひぜひやってぜひトースター、オーブントースターで焼いてくださいなんかこうつけたりとかそういうものは何かおすすめあるんですか、調味料というか、調味料、マヨネーズつけるっていう人いるよね、あマヨネーズ結構いますね、マヨネーズ僕結構好きですけどね、私大根おろしがいい、うん、あ大根おろしもいいですね、うん、まあまあ定番だよね、大根おろしに醤油、うん、でちょっとあの
七味とか。これちょっとみんなについてほしいですね。じゃこ天どうやって食べるか。そうです、また参考にして。そう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 。いや本当。なんか前になんか専用のなんか開発するって言ってなかった？あれ作った。じゃこ天の、うん、あのための醤油を作ろうと思ってですね。専用の醤油。そうですそうです。それをしかもホタルじゃこを、うん、使って、うん、魚醤にしようと。おなるほど。でそれで、そうですそうです。それをあの大津に、うん、あのまあこれもまた古くからあのやってる辰巳醤油っていう醤油を作ってる。梶田商店。梶田商店。で、あそこのすごい僕仲いいので、うん、あそこと一緒にちょっと。やってみない。魚醤ってどんな感じなんですかね。あのヌクマムみたいな感じ。そう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 。ちょっとそれいいですね。うんうん、なんかねイタリアにもあるらしい。結構なんか、うん、あの世界中にあるらしいんだけど、うん、まあ有名なのはヌクマムですよね。うんうん、でそれのまあ日本版みたいなのを作って、うんうんね。結構あの卵焼き専用醤油とかああいう、うん、ああいう感じであると多分僕買いますね。うん、そうだね。だから、うん、あの今度のこのジャコ店宇和島屋さんのジャコ店のセットの中にジャコ店専用醤油が入るから、それちょっと絶対。受けるよねそれね。それ見つけたらもうとりあえず買って帰って、うん、今晩これで一杯やる。これ一杯やろうかなっていう、うん。なんと実はもうすでに名前は決まってるんです、ね。おお。それはあの数一年二年ぐらい前に、うん、あの、うん、いっちゃんさんからいただいた。ネタバレ。ネタバレしますね。はい。身近なところ。はい、そうそう。あの私が考えました。はい。もしいっちゃん醤油とかそんな感じじゃないですか。そんなイージーな。でもなんだっけ？じゃこ天しませんかってね。なんちゅうイージーな名前やると。でもセットであったら手土産とかで、そうですね、結構持ってけますよね。そう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 。そうなんですよ。ちょっとツイートを紹介します。はい。ウィットプランさん。はい。じゃこ天美味しそう。じゃこ天ね、美味しそうですね、これね。ボン2000 SP1 さん。はい。じゃこちゃんアイコンがリアルだな。じゃこちゃんアイコンリアルですよね、本当ね。HD バイカーさん、松山名物ではないわな。そうだね。チャミさん、無添加無漂白。無農薬とかチェックですよね。あ、まあ、そうなんだね。エゴミタスさん、ジャコちゃん後で食べるかも覚悟。キム1539さん、早速ジャコちゃんブログにペタしてきました。おお、うん、素晴らしい。ソーエンケイトさん、ジャコカツもうまいですよね。ジャコ関連で言ったら、うん、そうそうそうですね。ジャコカツ出ましたね。ジャコカツも作ってるんだよね。作ってますね。ジャコカツね。HD バイカーさん、うん、ジャコ天が無添加でもマヨネーズに添加とか痛いとこ疲れましたね。そうかね。やっぱじゃああれだね、あのこれは宇和島屋さんが頑張って、うん、そうですね、うん、さっきの専用醤油、ジャコ天専用醤油を作ってこれも無添加で、うん、チャミさんが私もトースター派、おー、いやー絶対間違いない、大根おろしプラス柚子ポン酢、おー、美味しいかもしれない。あと、ゆうこさん、醤油にすだちが好きです。おお、すだちね。父は、お父さんは、マヨを醤油七味で食べてます。うん、なるほど、なるほど。なるほどね。これね、やっぱり僕もね、よそから来て、愛媛についてね、ハマったんですけど、やっぱぜひ、愛媛以外の方にですね、このじゃこ天をね、楽しんでいただきたいなと思いますね。今日これを見てる愛媛以外の方、ぜひ、じゃこ天ファンになっていただいてね、まず、和島屋で買っていただいたら。でも、実際そうですよね。さっきの HD バイクさんのツッコミじゃないけど、うん、せっかく無添加のも食べてるんやから。そう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 。マヨネーズで。マヨネーズで、カスタ入っとったらいいかな。ちゃんといいやつをね、つけて食べたいですね。じゃあ、じゃこ天専用マヨネーズとか。そういうの考えていただいたらいいんじゃないかなと。これなんか販売は、うん、あのネット以外では松山はしないからどこ行きますか。出売りの予定とか、ね、あ、出売りは、うん、そうですね、松山ではないんですけど、本当土日ですね、うん、新居浜の大木で、うん、はい、なるほど、キーちゃん広場っていって、山口園芸さんがやってる、うんうんうん、はい、野菜を南予から持ってくるのと一緒にジャコ天も持ってきます、うんうん、なるほどなるほど。これ今も十分売れてるもんだと思うんですけど、うんうん、そのなんかさっき言ったサイドメニューみたいなのを充実させていったら本当大爆発するんじゃないですか、うん、かもしれないね、うん、本当ね、うん、ぜひ社長なので決裁権がないですからどんどん作っていただいたらというふうに思います、うん、でね、ブログもね楽しいですし、このね、楽天のページも非常にこう楽しいページなんで、ぜひまあ見ていただいてね、まあ、納得していただいて買っていただいたらなというふうに思ったりもしています。これからお歳暮の時期で忙しくなるんじゃない。そうです ね、はい、はい、もうぜひ、今からが勝負だということで、はい、さつま揚げに追いつき追い越せと、さつま揚げには負けられない負けられないということで、はい、で今後の戦略としては何か、さっきの、専用醤油は、
置いといて、それ以外にこう、うん、なんか夢みたいなあります？あ、そうですね、僕はあのまあね、知ってる人はまあ多いと思うんですけど、ずっとサーフィン大好きですね、うん、サーフィンをやってて、うんうんうん、どうにかハワイに商品持ってきたいなとはずっと常々考えて、ハワイにジャコ店ないのかな。ハワイはいや宇和島って今姉妹提携してるんですね、ホノルルと、うん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 、なんであの行ったり来たりの中ではあると思うんですけど、ああなるほど、はい、ああそうね、愛媛丸の事故があってね、はい、あれで提携したっていうのありましたね、うん、そういえばね。でもハワイ受けそうな気がしますけど ね、 ね、日系人多いしね、うん、ジャコバーガーとかいろんな、ジャコバーガー、ね、ジャコカツバーガー、受ける受ける、うん、ね、で向こうに住んで毎日サーフィンするサーフィンする、いやーそれができたらもうそんなことないですよねまあ今ね、こんなのまたあの僕の気に入らんあのあれが追加されるじゃないですか。かっこよくて、お金も持っとって、背も高くて、ハワイに生活して、毎日サーフィン。はぁはぁブラックオーダーズの炸裂ですね、今日は。ちなみに、三浦くん、独身ですからね。まあ、おぉ独身です、はい。え、なんか彼女募集中とかそういうのあるんですか？え、彼女を募集中なんですけど、そこ食いつくね、そこに食いつくんですか、そこ大事ですよ、そこ大事だよね、いやなかなかね、うん、ままならないもんですこれ見てる人が、なんかあんなこと言ってるとか言われても困るしね、いいんじゃないですか、有名人ですかね、宇和島では、宇和島の彼女、松山の彼女、ハワイの彼女ってこともいいんじゃないですか、またね、それはどんどんイメージ悪いね無添加だからよくわかんないけど、ツイート紹介します、ね、はい、高木1968さん、はい、僕もいつもトースターで焼いて醤油のみです。おお、ジャコちゃんから魚醤いいわよね、いつかは実現したいわ。おお、プチオアウルさんから、うん、これがジャコ天はやっぱり出来たてを食べるのが一番です。私の親戚は昔八幡浜でかまぼこ屋さんをしていて、うん、子供の時でも出来たてを食べるのが一番の楽しみでしたからね。で、ソーエンケイトさん、うん、魚焼くとこでこんがり焼いてそのまま派です。真実さんはわさび醤油が主流ですが、わさび醤油、もう渋いね。塩とかではないですかね。あ、塩だけっていうのはあるかもしれない。ゴンさんは生姜と醤油、あ、うん、醤油合います、ね、桃屋のラー油もいける。あ、メモラーだ、モーラー、モーラープラスジャポテンゼちょっと気になりますね。あ、ちょっとでも美味しそうですよね、うん、いけそうな気しますね。で、ゆうこさん、実は親戚はジャコ天屋さんで、私にとってジャコ天はお金出すものじゃないの笑い、宇和島屋さんのは買って食べるくらい美味しかったです。おすすめです。素晴らしい。あのジャコ天は買うもんじゃないっていう方が買ってるっていう、うん、買ってるんだよね、すごい、すごいことですね。で、スッチーさんがこんばんは、今から参加します。ああ、はいはい、ぜひ見出してくださいよ。なんかすごいですね、TL 今日すごいね、今日ね、ジャコ天パワーすごいな、ジャコ天すごいね。そしてあのジャコちゃんが、うん、多分、うん、あのこれって投稿したら、うん、30秒間投稿できないじゃないですか、もうその30秒が消えた瞬間多分すぐもうすごいペースだね、ジャコちゃん。つぶやきまじってるんだ実はジャコちゃん大人気なんでしょ。ジャコちゃん大人気ですね、はい、あの僕らはこう要は外にあのいろんなデパートなんかに、うん、あの売りに行くことあるんですけども、うん、ツイートであのつぶやいて行くんです、うん、で行くとお客さん来るんですよね。ツイッター見てきました。おお、すごいね、はい、前回大阪の時も来ていただいて、多分見ていただいてると思うんですよね。そういうこと、大ファンなんです。すごい。あのツッチーさん、栄光酒造の、うんうん、もう書いてますね。ジャコ天はカルカグって大根おろしと醤油ですね。うん、うん、そうだね、ほんと。もうこれも栄光さんの日本酒でね、うん、行ってもいいですね。あ、これも絶対美味しいですね。コラボいいかもしれないね、うん、栄光酒造さんもね、うん、そうなんですよ。まあこのピースストリート TV もですね、愛媛県のということで、情報発信ということでね、やってきてますけども、うん、まあ、今治に続いて今回は宇和島ということで、うん、はい、宇和島の方も結構見ていただいているみたいなんで、うん、まあ、今後は機会があればね、ぜひ宇和島やっぱりその本番にもね、出向いていって、やってみたらなというふうに思ったりもしますんで、いろんなこうじゃこ店の食べ比べなんかいうのもいいでしょうし、はい、うん、その中でね、なぜじゃ宇和島屋さん
が実績を上げているのかっていうのをね、そういうのもこう掴んでみたらいいなというふうに思ったりしています、うんうん、でですね、今日はなんとこのイケメン社長から太っ腹なプレゼントがあるということで、社長から発表してもらいましょうかね社長自ら、はい、視聴者プレゼント、視聴者プレゼントです、はい、見ていただいている方、うん、今日見ていただいている方の中から、注目ですよ、抽選で10名様、10名すごいね、10名様、うん、2000円相当の、おお、はい、ジャコ天セット、おお、すごい、ここまで直送いたします。ほっとお前やね、直送でしかも、直送でしかも、はい、お前やな、どうやって決めるんですか、え、どうやって決めるんですか、これはね、じゃんけんっていうわけにちょっといかないんで、うん、いつもじゃんけんでちょっとね、うん、もたもたとしちゃうんで、うん、そうですね、番組の最後にですね、この応募方法をちょっと決めたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただいてということで、非常にこうなんかテレビ的な引っ張りやらしいな、これやらしいな来たこれっていう感じですけども、ちょっとね、うん、違う結構、カメラワークもまあまあ決まってると思うけど、うん、結構硬い、結構テレビっぽいテレビっぽい感じで、テレビショッピングでございます。だって話は戻るんですけど、2000円でしょ、うん、これ、うん、僕らはもう無理なんですよね、応募したら。そりゃそうだ応募してどうすんの。奥さんは大丈夫、奥さんは大丈夫、やべえ、スタッフみんな下ろせよ。スタッフに言っといて。ということで、今日はね、馬島屋さんに来ていただいたわけですけども、素晴らしい、ね、視聴者プレゼントということで、今日は番組の最後に、応募方法を発表しますけれども、このジャコのジャコ店の2000円相当のセット。これを10名様にプレゼントということですので、ぜひ最後まで、見て楽しんでいただいたらというふうに思います。今日はですね、なんと楽天の練り物部門で2位ということでですね、うん、非常にこう頑張って、いらっしゃる宇和島の優、ね、宇和島屋さんの代表取締役由良清隆さんに来ていただきました。ありがとうございました。ということで、2部の方に行きたいと思いますので、しばらく休憩させていただいたと思います。よろしくお願いします。しかしジャコ天熱いですね、うん、熱いね、ジャコ天面白かったな、これ、うん、激熱だったね、すごいですね、みんなの食いつきが良かった、うん、やっぱソウルフードなんやね、うん、これはなんかもっといろんなとこで変えたらいいんですけど、ね、ああ、うん、そうだね、うん、その辺だから、出売りの例えばスケジュールとかね、そうですね、また、うん、ジャコちゃんにつぶやいてもらってもいいし、うん、うん、そう、いいんじゃないかと思いますよ、うん、はい、ということで少々お待ちをいただいたらと思います。休憩ですかね、休憩です、はい、Let's get ready to listen. Well now, the Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now.The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now.The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now.The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now.
The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon.Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon.Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon.Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. おお。これは？うん。なんでしょう。まさかの？まさかの？まさかの？まさかのエアじゃないですか？MacBook Air、うん、リアルにとうとうまだこれ、ね、カバーが買ってますよ。これ来るときにそのスタジオの前で拾ったんですよ。いいですね。これどうしましょう。これまだこれ視聴者プレゼントです。違う。これね、これ視聴者な、これは視聴者出したらさっきの弱点超えますよ。もうジャコテンを切るナイフかと思います、うん、やってみましょうか。いや実は今日届いたばっかりなんですよこれ。お、はい、じゃあここで開封を、開封式を来てすぐ開けたかったんですけど、ここ我慢して我慢してで、ここまで持ってきました。お素晴らしい。ですのでここで開けたいと思います。開封式ですね。はい。おえ、開けていいですか。あ、どうぞどうぞ。はい、すごい嬉しそう。この顔。めちゃめちゃ嬉しそう。開けます。開けます。なんか子供がプラモを、うん、与えられたみたいなね。ガンプラを初めて買った時の。すごいね。ああ、開いちゃった。もうこれ返品できないですよ。あ、なんか新品の匂いがしてますね。いいな。囚人監視の中身は。じゃじゃん。おお。お約束だ。このシンプルさがやっぱりマックよね。いいですよね。いいな。薄いやっぱり。こんな感じです、ね。薄い。薄いね。これマジでジャコテン切れるんじゃないですか。切れますね。薄いって僕の頭じゃない。ハゲいただきました。ハゲいただきました。ありがとうございます。ちょっともうちょっと横にこうそうですかね。うん、すごいな。あ、反対の方がいいんじゃないですか。こっちをトップにした方が。うん、そうそうそう。うん。うん、あ、いやいや。いや、そうそうそう。顔の横ぐらい。うん。うんおめっちゃ薄いよね。すごいな。一番太いとこでもアバルトさんの鼻の穴ぐらいの。嬉しそう。嬉しい。シンプル。よし、ありがとうございます。いいな。でまたこのアップルの箱のシンプルさ、パッケージがね、うん、こういうのはやっぱりアップルですよね。うんうん、いいな。これはこれでフィルムを取ってみます。電源とか入れてみるんですか。でもこれね、本人がやらなきゃいけないです。映像で残りますから、うん、触った。ゴミを持ちましょうか。いいです、いいです、大丈夫です、はい、
これアルミなんですかね。そうですね、アルミです、ね、アルミの削り一枚もんで出して、おうわ、いいなこれ。いいな、相当いいこれ。綺麗やな。この開いた液晶の薄いな。薄いですね。薄いに反応するけどな、僕も。今日金庫がかなり、うん、いいですね。でもね、薄いですね。これいいな。これ11インチ11インチですね、はい、ちゃんとカメラついてるしな、うん、iPad と比べたら iPad がこんな感じですよね、うん、画面は一緒ぐらいの大きさですか。うん、あ、ちょっとこっちはちゃんとワイド、うん、ですね。で、それモニターってフルスペックなんですか。フル1920じゃないです。1300と700なんぼいくらと796。綺麗、これいいな。これいいですよね。すごく軽いです。ちょっと持たせてもらっていいですか。この手錠で、このね、うん、このひんやり感がいいですか。ひんやり感がいい。手錠で傷つけたりかんよ、うん、あの確かにゴリって手錠もひんやりなんやけど、こっちもひんやりちょっと、うん、じゃあかなりいいな。これこの薄さでパソコンですからね。そう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 、うん、iPad じゃないんだもんな。持ちたいでしょ。持たせていただいてもよろしいですか。大丈夫です、はい、ジャコテン集まってた、ね、あ、すごいいい。ジャコテンを切ってしまえっていう。軽いし。ジャコテンを切ってしまえ。でも本当切れそうですよ、この特にあのパネルの部分やったら確実に切れます、ね、カン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 って。これでも開いた方が絶対切れそうですもんね。で、まな板にもなるでしょ。確かになる。なりますね。まな板になる。さすがにみんなびっくりしてますね、これ。本当。まあまあ。キム15393。うっすい、すげえって書いてますね。え、これ iPad と薄い、ほんと薄、重さはどうなんですか iPad と。 iPad よりは、ちょっと200g ぐらい重いですかね。1キロちょっとですから、うん、これも悩みますよね。 iPad と、うん、エアどっちにしようかみたいな。どっちにしようかって、迷ってこういう状態になって両方、結果として両方必要なんです。両方ですね、まあ、はい、確かに別物なんですね。iPhone もずっとですよね。はい、3G、 3G、 いや 3GS からですから。あ、GS かな、うん、はい、うん、どんだけね、アップルにかなり貢献してるか、年貢を納めてますね。あの収容されてジョブズさんに収容されてるんですね。綺麗やな、監獄に。ちょっと起動させないですか。電源入るかな、これ。あるんですか。初めは少しあるんじゃないですか。入ってますか。ちょっとこう、こっちに行ってみますか。うわ、いいなこれ。これちょっとね、僕も実際 iPad とこの Air を悩んでて。おお。おお。できた。光ったも引っかかるんですけどね、僕。今日結構キーワードがね、うん、ちゃんと、あ、1回目の起動は結構時間がかかる、うん、オープニングムービーがあるんじゃないですか、ひょっとして。はあの初めてのやつ限定の iMac はもう1回しか見れない、うん、あ、それ貴重ですね。ひょっとしてそうでもないか、うん、そこまで持ってってドキドキしたのに、うん、お、なんかいい夜、うん、設定しないといけないんですか。日本語、もう日本語しよう。まさかの無言になりましたね、放送ね。真剣に見てますもんね。事故ですね。あれあれ。これあの実際僕も iPad と、うん、あの Mac Air どっちか買おうかなと思ってて、本当非常に悩んでるんですよ。で、ちょうどあのアバルさんがもう発注したって TL に出てたから、これ見せてもらってから決めようかな。出た出た出た。これは1回しか見れない。ちょっとメガネかけよう。これ、そう、これ本当に1回しか見れないんですよね。うん、ようこそ。すごい。これ貴重ですよ、でも、うん、本当。うん。
ようこそ。ちょっと、うん、そうですね。いやいいなー。おお、すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。開封式、頭切れた、頭が小田蔵アップやった頭が、あれ今日一番慌ててかもしれない。これあの Mac ユーザー以外の人ご存知ないんですけど、本当に電源を入れた一番最初流れて、うん、もう二度と流れないんですよ、うん、だから貴重な映像が撮れたっちゃ撮れた。うん、すごい、すごい。その頭が小田蔵さん。小田蔵さんやりますね。持ってますね、やっぱり持ってますね。何か持ってますね。やっぱこれも後ろ光るんですね。光ってますね。そうですね。うん、欲しいな。まさかの無言。これもう静かだし、あの今まで悩ましてきたあのファンの音もなくなるし、なくなりますね。そうそうそう、いいですね。これはもう10インチの方ですよね。11インチの方、はい、でカスタマイズして、1.6 ギガに、CPU をアップしてます、うん、で4ギガのメモリーで、うん、128GB の、ストレージ、SSD がついてます、うん、その状態でいくらなんですかね。これがね、カスタマイズしたら13インチが買えるぐらいなるぐらいなんで。でも11の方がいいですよね、絶対ちっちゃいちょっとね、こ持ち運ぶことがないですね、絶対、うん、これはもうあれですよね、光学ドライブはついてないんですね。ついてないですね。ついてないです、うん、じゃあ、例えばあの CDR とかで入れるソフトとかはどういうふうに入れるんですか。これね、他のパソコンの CD のトレイです、トレイ、はいはいはい、あれがあの共有で使えるようになるんですよ。お、うん、なんかつなぐんですか。いや、無線で。あ、無線で、はい、アップルトさん、これ Mac のパソコンは以前にも持ってたんですか。家に iMac があります。はい、じゃあもう全然問題ないですね。うん、これでも売れるんじゃないですか。だって前のエアってすごい高かったでしょ、うん、そうですね、40万ぐらいしてましたよね、うん、でも実質半分、半額以下でしょ、うん、全然ね、売れると思う、うん、でこれ例えば僕って結構 Windows メインで使ってるんですけど、 Windows の iTunes を例えば僕がこれを買ったとして移行するのってすぐできます。あ、そうですか。うん、できます、できます。へえ、じゃあ、全然いけますね。うん、Windows ユーザーも Mac に乗り換えるっていうのは。やっぱ iPhone と Mac の相性って当然いいし、で今回からこれ記憶媒体っていうかの装置がハードディスクじゃないんですよね。うん、オールフラッシュメモリーなんで、まあ、この薄さというかね。そうで、ね、で、早いんですか。早い。起動が早い。で無音で軽快にできるっていう。これはいいな。買いましたね、ほんとね。やってしまいました。今こっちで当てましたよ。そうなんですよ。これね、カバーがまだないんですよ。どこにも。あ、売ってないんですか。売ってないです。まだまだ、ね。ようやくね、来週ぐらいにはこの画面の保護フィルムが売りに出るかなっていう。ていうかこれいるんですか、カバーは。これカバー透けたくないですよね。うん、こんだけ綺麗だと。うん、だってしかも液晶は大丈夫でしょ、常に開いとるとiPad じゃないから。そうそうそう、うん、傷つけたくないないけど。でも僕iPhone も iPad も裸族です。裸族、すごい裸族です。素晴らしい、はい、男前な仕様ですね。これが一番美しい、美しい、うん、デフォルトです、デフォルトです。そうですね、これはちょっと僕行きますわ。行きましょう。行きますか。ただちょっとカスタム具合をどうかなと思って、結構あっさりノンカスタマイズで一番安いやつ買ってもそこそこ使えるんじゃないかなっていう気もしてるんですよね。そうですね、うん、なんか、MacBook Air 開封おめでとうございます。開封後一度しか見れないオープニングシーン見れました。おめでとうございます。おめでとうございます。そう、これね、皆さんご存じないですけどチャミさんも一回しか見られない画像すごい、うん、ああ、初起動中。チャミさんは来週は MC 皆さんエア持ってたりしてとか。その可能性大ですね。うん、欲しいです、本当に。やばいやばい。やばい、うん、やばい、やばい。衝動に駆られますよね。買った、買った、買った。しかもこれ、インスト初めてから俺、このパソコンも配信用のパソコンも買ってるし。めっちゃやばいな。ちょっと。めちゃめちゃ欲しいな、それ。東芝の SSD 搭載なんですね。そうですね。今日もちょっとニュースあさってたんですけど、うん、東芝が
その新しいそのなんですかね、SSD モジュールを販売するようになって、うん、それがもう完全にモバイル対応、モバイル機対応の SSD で、はい、これに載ってるのと全く同じらしいんですけど、うん、あの64と128と256があって、ただ11インチはやっぱりサイズ的にその256が乗らなかったというらしいんです、うんうん、はい、これちょっとみんな買うんじゃないですか。ゲロッパさん、うん、まさかの今日ツイートをしたゲロッパさんえあのこれ渾身のツイートですよね、うん、エアーが点々点で終わってますあの、あの菜の花の大将みたいにそうエアーが点々点で、しかもあのクリスマスのあの文字かぶってますよ、ね、なんで浮かれてるんですかなんでクリスマス浮かれてるエアーがあの後家で本当に倒れとったりしてんだよとあのゲロポさん今日だけは死なんといてくださいよ、うん、冗談にならんからシャレにならん水筒ピースを言ったら死ぬとか言ってないよねメイン MC は死んでいくそう、あのロミさん重さってパッドとどっちが重いんですかいう、やっぱりこっちの方がねちょっと大きいんで、うん、あのこっちが1キロです、多分こっちが760か80ぐらいなんですよ、似合うからやっぱり、うん、それ 3G?これは Wi-Fi。Wi-Fi は680。素晴らしい。調べてますね。いや最近買ったんで。じゃあ 320g。そうですね。うん、なるほど。じゃあ iPhone2 台分ぐらいですかね。キティちゃん1人ぐらいですか、ね。キティちゃん1人。なんかよくわからないな。すいません。キティちゃん一人分って誰もわからないですね。これがどんなことしてやろうと思ったんですか、このエアを、エアを使って。いや、ここで見せびらかす。違う、違う、違う。11日になるかもっていうのがなんかすごい残念ですよね。あの時、あの時僕の。あのメール見た時の僕の第一声、使えねえな1日遅れだと今日間に合わなかったよね、そうそう今日間に合わなかった、気づいてくれ、1日経って気がつきました、エアエアなんかその日今日の、ね、夕方に黒猫から連絡があった、来たこれ間に合ったこれもし明日来とったら来週まで置いとったですか。いや、置いてないです。置いてないですよね、うん、開封式できんかったですね。それもできないですよね、貴重な映像も撮れなかったですよね。そうそう、そうだそうだ、それ功罪すごいですよ、うん、そう、黒猫さん頑張ってくれました、うん、多分明日やったら、多分僕が開封式したかも明日やったら押しかけてきてバリバリあの、本ビデオ持ってこれはあの、アバルトラジオでも大活躍するんじゃないですか。いえいえ、そうですね、そうですね、いやこれやっぱりね、あのテクニカルディレクターのレムさんが、うん、マイクの音を調整するときに、うん、どうしても僕のパソコン の, あのファンの音がうるさいと、うん、前々から、うん、きつく言われきつく言われてたんで、これはもうファンの音がしないものをやっぱり用意しないといけないだろうということで、はい、これもちろんあるですよね、そういうことであれば、あのピーストから経費で落ちるんですかね、すかね、多分大丈夫だと思うんですけど、落ちるのは落ちますけどね、本当は確かにじゃあみんな経費で買いますか、いいですね、全員で、ね、1,2,3,4,5,6、とゲロボさん7台発注しましょう、はい、アップルの方にやった、経費あるんですか、よかった、これ初めて見ました、うん、本当わ欲しくあのピーストからの、 あのつぶやきアファルト氏まさかのフロントセンターで大はしゃぎっていうすいませんすいません、正直あの普段の後ろでの喋りの声と、うん、トーンがね、トーンが全然違うね、レベルが違う、こんなに声張れるんやったら多分ファンの音うるさくても大丈夫まさかのすいません、まさかの
まさかの声がちっちゃかったって。もういきなりダメ出しが。これは厳しいですね。いやこれって例えば128じゃないですか。はい、でこっからあの USB ですよね。はい、で例えば64ギガのあの CF やったりとかそういうのも使えるんですね。あ、いけますね。外部の。その64ギガの CF とかも最近安いじゃないですか。ああいうのを何個か外付けハードディスクみたいな形で使ったら結構いけますよね。うん、ですね。だからこれの再インストールのこれめちゃめちゃ刺激されてるじゃないですか。うん、これも僕マジで買いますよ。うんうん、というより僕はあのなんかあのゲロッパさん不在、いっちゃんさんも、うん、MC から少し後ろに下がった、うん、このトークが、うん、えらいグダグダになった。いや、これはみんなずっと見てるから、これ多分誰がやってもこうなると思いますよ、うん、このこいつの前では、こいつの前では立ち打ちできない、うん、本当このインパクト、うん、え、なんか他にどうしてやろうとかこうしてやろうとかないんですか。他にですか。デコったらデコります。これもキラキラにします。デコってゴツンしたら意味ないじゃないですか。もうアバルトさんスワロフスキー、そうですね、アバルト、あーいいですね。こんなになってこの直径まあこれ多分放送終わったらマジックでここにピースと用意かかりますよね。すごい雑に書かれて一文字ずつどうですかみんな。当然ですよ、経費で。経費で。経費だから。文字を入れないからね。多分来週来たらすごいことになっとると思う。ケーキみたいになっとるかもしれない。あの、退院する時の、あの、みんなの寄せ書き。寄せ書きみたいになってる。来週ラインストーン持ってきて、ここで、ピーストって。デコル。いいね、うん、ああ、それいいかもな。デコル大会。デコリ大会、みんなで。だんだん怒ってきた顔が顔が厳しくなってきた。でも何に使うのが一番便利なんですかね、これは。これはやっぱり持って出かけるモバイルですよね。ですよね。やっぱりあのノートパソコンって今まで、まあ、持ち運びはもちろんできるということで、うん、外に出てビジネスマンがなんかのカフェとかでね、うん、パカッと開けつつ、うん、メールのチェックをするだの、うん、なんか連絡取るだの、うん、っていうことをやるじゃないですか。うん、でも今こう開けて立ち上がるのにかれこれ待って、うん、なんかそういうのから比べたらものすごいスマートですよね。うん、じゃ あのゲロッパさんとかが持ってるあの Wi-Fi のつながるやつとか、うん、持ってたらいいんですか。あ、この iPhone のこの 3G の通信もこれでとかでは使えないんですか。あれどうだったんですかね。なんかデザリングはまだ多分できない。ジェールブレイクかなんかしたらいけるんでしょうけど、なかなかね、でもいいっすね。どうしますこれ。え？どうします。嬉しすぎてアバルトさんもう汗ぐっちゃぐちゃですね。違うよ。めっちゃ上がる。テンション上がりまくり。上がりまくり。あのこの状態、これはね、はい、すいません。これはこの状態です。あの服とか買いに行くでしょ。うん、で試着室入って着替えたりするでしょ。もうもうすぐ暑くなることないですか。うん、あの状態ですよ。ね、そうそう。これチャミさんから出た。チャミさんからアバルトさんみんなに見せて気が済んでるっぽい。気が済んでる。もうみんなに見せたから気が済んだそう。もう僕の仕事終わりました。終わりましたか。もう早く触らせてくれ。もう今日はもうすぐ帰ります。じゃあ。こうハードウェアトークでちょっとこれ。あ、こうやりましょうか。うん、これ実は。これ何だと思いますか皆さん。ちょっとうざいトークでしたね、うん、今これあのちょっと線香後ろが、うん、見えないですよ、はい、白いバッグで、うん、お携帯用蚊取り線香、蚊取り線香なんですよね、うん、じゃなくあれですよ、最新のヨーヨーとかみたいでしょ。伸びますよね。でも目玉の親父みたいですけど、これ実はスピーカーなんですよね。うん、で先週小田蔵さんがあの Bluetooth でつながる、うん、まあ、スピーカー、青かすがで、あれらい音が良かったんですけど、うん、これはまたあの音質という意味ではまあそこまではないんですけどね、うん、これで今こう伸縮するウーハーみたいなところがこうなってってですね、うん、でここがこれ
充電式のスピーカーになってて、うん、USB に挿すと充電すると、うん、でちなみにこんなチャチースピーカーなんですけど、かれこれ音量が出るという。それはあの今から鳴らすやつ著作権大丈夫ですか？大丈夫です。さすがの、さすがですね。同じことは言わないで。でもなんか軽いんですか結構これは。軽かったです。充電は USB なんですね。そうです。うん、またあのレムさんの鼓膜を突き破らないので、ガーンで。おお。あ、結構音量が。これ結構、うん、すごい音量ですよ、うん。うん、すごい。うん、こんな感じですね。っていうような感じで、これちょっと持ち運んであの屋外で、うん、まあ聞くとかですね、うん、いいなということで、まあ、随分前に買ったんですけど、うん、これが実はあのアップルストアなんかで3キュッパぐらいですね、うん、まあまあそれはどこ製なんですか？これねチューンウェアっていうメーカーでですね、ちょっと、調べてきました。お言いつつ商品名がブームチューンボムっていうんですけど、うんまあ、3キュッパで 2.2 ワット大迫力という大文句で売ってます、うんまあ、持って運ぶのに難儀ではないと、うん、でちなみに今まで何回か使ったんですけど、うんまあ、あのバーベキューしたり、うん、バーベキューしてる例えば3時間4時間でバッテリーが切れたってことはないです、うんうん、最大8時間って書いてますでしょ。すごい、うんなかなか iPhone より持つんじゃないですか。iPhone より持っちゃいますね。持っちゃう、うん、これ MacBook Air もあこれついてますよね。これなんかあのユーストを見たりツイキャス見たりするときに、うん、あの内部についてるスピーカーだけじゃちっちゃい時あるじゃないですか、うん、最大にしても、うん、そういう時これあったりですね。そうですね、うんまあ、こんなのもどうでしょうという紹介でした。それプレゼントまさかの出てくるもん全部プレゼントだ。もうここ持ってこれませんね。何もこれもプレゼントします。このカッターもこれもプレゼント。あの漏れなく手錠もある。手錠もじゃこ天の歌じゃないですよ。ジャコテンの歌じゃないですね。みんなもう時間があんまりないんで、あ、ほんとだ。ジャコテンの応募方法を、あ、ほらほらほら、なんで、ほんとだ。一番大事なこと忘れてますね、うん、そうです。怒られますね。じゃあ、私履けますか。あ、はい、ありがとうございました。開封式が終わりました、うん、はい、はい、はい、こっちこっちこっちはい、ということで、MacBook Air の開封式ということで、まさかのアバルトさんフロントセンターと大はしゃぎ、ね、はい、初めて見ました僕は、はい、ちょっとウェッティな感じで、かなりウェッティだったなるほど、まあ、あのたまにはねそういうのもいいかな。今度はあのエゴミタスさんもぜひねあのフロントセンターで大はしゃぎしていただいたらと。エゴさん、エゴさんなんか購入予定とかないんですか？うん、プレゼントにすることを覚悟で持ってます。ネタにされますからね。あのエゴさんも一回ウェッティにせないから、ね、ウェッティにせないから、ね、エゴさんのフロントセンター見たい方はぜひあのツイートでつぶやいていただいたらと思います、はい、ということで、第1部でですね、引っ張って おきましたけども、あの、ジャコ天のプレゼントですね。なんか、あの、県外の人優先でとか、なんか、あの、いろんなつぶやき入ってましたけども、一応10名様に、当たるということでですね、ぜひ、たくさんの応募いただきたいと思います。で、応募方法なんですけれども、このピースストリートの公式のメールアドレスがありますので、それを、今、ピースの方からつぶやいていただくと思いますので、うん、そのメールアドレスにですね、タイトルは、宇和島屋じゃこ天希望と
と書いていただきます、ね。和島やじゃこ店希望と書いていただきまして、でお名前とじゃ、当たった場合にね発送しなきゃいけないのでお名前とご住所と電話番号を正確に書いていただきたいと思います。それとピースストリート TV への要望とか感想とかですね、これを書いていただいて、ぜひメールでご応募いただいたらというふうに思います。メールの締め切りをいつにしましょうかね。結構たくさん見ていただいているみたいなので、今晩の12時とさせて、いただきましょうか、はい、今晩12時までに、メールでご応募いただいた方に、の中からですね、厳正なる抽選で、宇和島屋さんのじゃこ天、2000円相当をですね、10名様にプレゼントということでさせていただきたいと思います。で、ご応募いただいた方の中からですね、惜しくも外れてしまったという方にはですね、このじゃこちゃんシールこれなかなかいいね。これかわいいですよ。じゃこちゃんシール、じゃこちゃんのシールね。これ私もちょっと胸に貼ってますけども。はい。じゃこちゃんシールを漏れなくプレゼントしてくれるということでございますので。これエアにどうですか？これエアに入りますか？ということですのでね。うん、これも、メール便かなんかで発送していただくような形にしようかなと思いますので、必ずね、ご住所連絡先ね、明記の上、応募いただいたらというふうに思います。プレゼントが届くようにね、応募してください、はい、ヤフオクとかで売らないようにあとはじゃこ店買いに行ってその時にシールちょうだいって言ったらもしかしたらくれるかもしれない。そんなこと言っていいのかなそういうもんなんですか。だいたいツイッター見てきてくれたお客さんに、うん、ジャコちゃんからプレゼント。ジャコちゃん、ジャコちゃんからのプレゼントね、ジャコちゃんシールということ。これ非売品ですからね。非売品ね、うん、売ってないんで、はい。これは僕ジャコ。これいいでしょ。うん、はい。いやもうシールもいいんですけど、ジャコ店狙います。ジャコ店。嫁にも多分応募してもらうし、スタッフにも応募してもらうし、僕は今から新アカウント5つぐらい取って。あと2時間でしょ。あと2時間。誰でもしようかな。アカウント取って、メールで応募ですね。はいはい、メールで応募していただいた。本名わかりますもんね。うん、本名。うん、はい、本名をちゃんと入れてくださいよ。あるんですみんなね、はい、うん、ということで、楽しくやってまいりました今日の第19回、ね、ピースストリート TV、どうだったでしょうか、残念ながらゲロッパさん参加、うん、なかったんですけどツイートで参加していただいて、ツイートが、はい、どんな方つぶやき入ってる、使ってみたい商品をピースト TV に使用お願いしてみたら、うん、メンバーが自腹で購入自腹で使用してくれるぞって。なるほど、ね、経費じゃなくて自腹で購入自腹で、ね、例えばどんなものがあるんですかね、こういうのでね、使ってみたいもの、うんうん、皆さんが使ってみたいもの、うんうん、シャンプーとかそんな感じ、シャンプーシャンプーここで使えないここで使えないですね、シャンプー、うん、シャンプー、あー、なんかね、そういうのもね、なんか試してみたいのの、うん、応募とかいうのもいいかもしれない、いいね、うん、ビースト使ってちょうど さっきのですね、ジャコちゃんから来まして、うん、レポート願い山陽から明日発売のコパン、うん、コパンコパン、すげえ気になるよねって書いてある、あ、買いに行こう、コパン何ですか、コパンってお菓子ですよ、お菓子じゃなくて、お米でパンができる、あ、はい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 、はい、米粉でね、パンが焼ける機械ね、うん、ありますね、うんうん、はいはい、はい、レモさん、はい、ね、はい、息子の3歳の誕生日なんです、おー、おめでとうございます、おめでとうツイート待っております、レモさんの息子さん、うん、3歳3歳3歳、可愛いでしょ、可愛いですね、可愛いよね、3歳ね、お仕事行ってくるよって言ってたら、うんうんうん、なんでそれちょっと悲しいですね、うんうん、今晩あれですよ、なんでっていうつぶやきが増えますよ、皆さん、みんな、なんでなんで、ゲロッパさん、うん、アストンマーチンとか、アストンマーチンこれは相当かかりますよ、ね、ボンド君に買ってもらいましょう、ゲロッパさんもう念頭はよ見て、体調整えて、ビール飲んでる場合じゃないよ、本当絶対ビール飲んでるでしょでもなかなかないですよね、ピーストを家で見ることはまず、うんうん、できるのかないですよね、ゲロッパさん、うんうんうん、まさかこのツイートが最後の言葉やとは、うん、もう一回家出して、もう一回家出して、また向かい、さっき自分で家ジャニーさんキャラポコーン持っとる場合じゃないでしょキャラポコーン
さっき自分でイエイって入れてたもん。入れてました。つぶやき。どうなんそれ。あのゆうこさん、レモさん、はい、息子さん誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ロミさんのご飯うちの親が予約したらしい。お、ちょっと持ってきて。来週、うん、持ってきてほしい。それで焼いて持ってきてほしい。うん、僕が。あの、募集で募集募集募集こんな感じでまさかの大コケ、はい、じゃあちょっと皆さんも後ろ入っていただいて、はい、もうあれですね、締めですね、はい、欲しい人をね、はい、押してね、ほんともう残念ですけどちゃんとやれるっていうことがよくわかりました違うか思い残すことはない怒られるっちゅうのこれで選挙の結果もちょっと変わるかメイン MC のあ選挙もう一回やるもう一回やるということで今日もね、第19回ピースストリート TV っていうね、生放送でやらせていただきました。あ、お楽しみいただけでしょうか、また来週も見てくれるかなやりにくそうすぎキャラポコーンキャラポコーンすぐ聞きにがいいです、はい、20回ですもんね、はい、20回そう、20回記念なんかやりますね、なんかやりますよ、はい、はい、ありがとうございましたありがとうございました、バイバイ、また来週、ベストウィッシュそれ考えてたのベストウィッシュ小ネタ、小ネタが、はい、ベストウィッシュ、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、好きよ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 